ちょっと皆さん見てください、こちらの豪邸のイラスト。金玉でかでですね、今回はこちらの新フェスゲーの豪邸を使って裏強調に挑戦していくんですけど、こいつがですね、まず変身前スキルが4つあって、でスキルターンが35ターンで変身、35ターンで変身、いや長すぎるだろ。もうこれスキル貯めてる間になんか東京とか旅行行けるんだけど、すごい長い。で2ターンヘイトしながら3ターンならダブル吸収無効化からの豪邸に変身すると、で金玉が消失して覚醒がですね、スキル封印、まあバインドもありながら、闇たこ焼きに陰のカゴで10強3つに、無効貫通に浮遊と。これ陰のカゴってさ、これ何なんだっけ、どうなんだっけ、裏強調ってこれ対応してるんだっけ、ちょっとそれ見ていい、忘れた。対応してない、いやね、まあ対応してないけども、まあ多分大丈夫でしょうと。これ裏千住行った方がいい可能性もあるけど、まあ裏強調で楽しくやりたいと。で一旦の間リーダーと助っ人のダメージ上限値が70億、操作時間2倍、6回以上水を闇に木を回復に変化と。いやガッツ強いね。だからそれ生成もできると。ただこれ色変換なんで、すごい生成とはまた違うっていうのがすごい、なんかすごい怒ってる。豪邸、俺を陰の加護のところに連れてけみたいな感じでブチ切れてるんだけど。でリーダースキルが黒織の元老、闇の2コンボ以上でダメージを 60% 軽減、攻撃が50倍、4コマ加算固定ダメージ、ドラゴンタイプの HP が2倍ということで、この見かけもね一応入れてルーレット対策と花火対策はしてきた。でこいつはドラゴンタイプつけてない、ついてないから、この街道武器でドラゴンつけて、でこちらの街にもドラゴンつけてきた。やりましょうさあ、これでボロボロにやられたら裏千住行くわ。オッケーさ、いや陰の加護やっぱり使っていきたいからね、僕もなんやかんや言いつつも。オッケー、でここまず見影変身します。54にされる、これ使う、うん、でこれ使って、でたまるで見影使う、で待ちって、捕まえた、でこれたまるんでこれ使って、オッケー、もう今日でも使っとこうかな。よっしゃー、オッケー、これでいきます。で最初こんなんで様子見します。これまだ相手ブチ切れしないんでね。でここで一旦様子見して、これ一応ねこのミナカの裏にこの76番面の対策入れてるんですけど、まあそれはね、このロキがなんか去り際にまた76にしてくるっていううんち行動やってくるんで、その時に対策で置いとこうかなみたいな、そんな感じで。でマジこのパーティーね、コンボ加算がエグすぎるから、もうコンボ加算の申し子みたいな、そういう感じの自己紹介をね、なんか入社時に喋ってたわこの子。オッケーさ、これで、うん、まあこんなんでいいか。オッケーさ、これで、ね、もう余裕で完走するというね。そう、見てくださいよ、これで、うお、わかりにくーい、わかりにくー、なんだ今の 7000G みたいな、7000グレイトグランドマザーの G、 いやいや何あれ、嫌すぎるんだけど。ちょっとこれ変えるわ、 みんなこれ 7000G、 もう一回だけ 7000G 見て、やっぱりちょっともう一回 7000G を求めてる自分いるわ。これ使って、捕まえた、でこれ使う、 OK でミナカ使って、76、よっしゃ、でここで、うん、見かけ使います。 OK これでやっていこうかな。 OK でなんかめちゃめちゃロックがえぐいことになっております。闇いただいといて、でこのね、なんだっけ、このなんだ、暴天荒じゃなくて、こいつ名前なんだっけ、お前名前なんだっけ、お前なんだっけ、暴天だ、暴天、お前すごいな、かさぶたみたいな名前しやがって、全然似てねえ。これでオッケーさ、これで、ちょ回復やばいな、大丈夫かな、回復の寿司入れるの忘れてた。これで 7000G もう一回見ていい、これ 7000G を求めてる自分いるから今さ。いやこれめっちゃいいんじゃない、これめっちゃ落ち込むのって、うわー、ダブル 7000G。 オッケーさ、 7000G 決まった。 G って何の略なんだろう、あれあれだっけ、ギガだっけ、ギガだったような気もする。オッケーさ、一回水飲みます。うん、さあ弱体化がエグすぎるゲーム、もういっか、これ 6000G なんか分かりにくいよね、これどれなんだろう、数値の短縮表示かな、これだと思います。 OK じゃあこれ使って、 OK ここから再開ですよ。いやめちゃめちゃいいなこれ。いやーこの見影を入れることによってすごいパーフェクトになってるこのパーティー、す美しいよね、めちゃめちゃ美しい、ルーブル美術館とかに飾ってそう。 OK こんなんで、ちょっと待って、まあ、いっか、こんなんで。さあ、ちょ、回復の四つ消しさっきから入れてないのすっげえ気になる。これ、マチと、この、ミナカ、夜、スズミの、と、なんじゃ、読めない、すごい読めない、振り仮名振れ、
わからん、読めない、もう棒点もわからん、棒点じゃなかった、棒点だった、なんて書いてんだこれ、名教の黒織流棒点、わからん、1ミリもわかりません。ここは一応今ね攻略情報出しながらやってる、すごいね、ごめんなさい。これは距離使います。オッケー、ミナカ全然溜まってないんだけど、あ、そっか、さっき使ったんか。オッケー、これ使って、これ操作時間一応2倍ループなんですけど、これ何倍16秒、あんまない。またもっと指盛ればよかった。これすごい、めちゃめちゃ指がなさすぎるんだけど、なんか指置いてきたんだけど、どっかに、どうしよう。ここで、うん、こんなんでいっか、ん、オッケー、いっか、こんなんで。一応あそこ闇のタイミングで話すだけ話しといて。いや、いいね、これで 7000G じゃないバージョンの誰だっけ、お前名前覚えれない、すごい、ずっと名札つけとけ。オッケー、うわ、やっぱこの安心感えぐいわ、この表示の時の。いや、かっこよすぎて、ミナカも完走してたぞ、実況4つだけで、ガチ強すぎやろ。いや、しかもね、これリダフレがずっとダメージ上限70億になるっていうのがガチで最高、マジでいい。毎ターンリダフレ70億なのがめっちゃいいね。でこれは、あー、回復の上書きできるキャラいないのか、このパーティーいないよね、んー、いない。だからここは5点使って、で次なんだ、あー、ここはあえて使いません、あの見かけを。こんなんで、よっしゃ、こんなんでいいんじゃないでしょうか。よし、これで、様子見しますよ。これ、無効貫通しない5点も、すごいハンサムなんだぞってところを皆さんに見せたい。ハンサム、すごいハンサム、ハンサムスーツなんだけど、皆さん知ってる？ハンサムスーツ。なんか、ある日、なんか、洋服の青山かなんか行ったらさ、なんか、ハンサムスーツっていうものが売ってるよみたいな感じでさ、なんか店員さんに言われて、それ何ですか？みたいな言ったら、なんかそのスーツを着て、後ろ背中のところをなんか掃除機で吸ったらハンサムになれるっていう謎のスーツが発売してたみたいな。僕なんであの映画見てたんだろう。僕あれなんか5回ぐらい見直してたんだけど、小学生ぐらいの時に。なんだあれ、わけわからん、なんかあれをずっと見てた。ね、あのお笑い芸人の何さんだってけ、あの塚地さんみたいな、あの人がやってた。オッケーさ、で覚醒無効されて、まあ距離もミナカも溜まってない。や、うんちすぎる、すごいうんちや。これ使って、捕まえた。で見かけ、待って、吸収やってないわ、あれ。なんかこいつ、なんか俺吸収やりますよみたいな顔面しときながら吸収してない、言えよ。これ使って見かけ、よーし、これでまたしてもルーレットでいい感じにやりたいな。どうしようかな、これ。うわー、ちょっと触れよう。いや、思ったより触れてる、すごい触れてる、痛い。これでいいか、間に合う。待って、うちのパーティーの回復力がやばすぎる。いや、十字決めちゃってね、オシャンティー。オッケーさ、やばすぎ、待て、やばい、本当にまずい。みんなこれ一回なんか様子見でこの回復デバフ待った方がよかった。これ先生ある、この子。いや、先生なさそうな顔してる。僕先生ありませんよみたいな、絶対女の子だわ、間違えた、ごめん。先生ある。よーし、戻ってまいりました。でこれ距離使います。でどうしよう、これ5点使っていいのかな。これめちゃめちゃ毒が嫌なんだよね、すごい毒まみれでさ、めっちゃやばいんだけど、これどうしよう、これ本当に。でこれ毒を消すわけにはいけないんですよ、どうしても。もうこう毒消した瞬間、僕のあの負け確定するみたいなところあるんで。なんでどうしよう、いやでも毒消えてるなこれ。いや、どうしよう、まあこんなんかな。オッケーさ、毒消えてない、奇跡だ、消えたー。オッケーさ、大丈夫かな。いや、いけた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 。で、アシスト向こうも一旦だけとりあえず回復はできた。もう一旦回復できたらよかったんだけどね。オッケーさ、ブリトラ、うん、スキル効果消失、距離の軽減ループなくなった、終わりです。どうしよう。あ、おかえり。でこれね、一応インドラが来たら盤面全部回復にされるから、これ見かけ温存してたみたいな、そんな感じですね。で次も一応あれ、やばいやついるんで本当にやばい、どうしよう。これノア来たら積むんだけど、いや、ノア来ないでほしい、マジで来ないでほしい。でゴエモン来たら、
無効感とかあれなんていうの、色生成しなきゃいけないから見影温存しときます。これもまた、じゃあここは5点使います。 OK、 運ゲート行こうぜ。どうしようかな、ここは。いやどうしようかな、これまあ平積みにするわ、ここ平積みにしときます。こんなんで、よし、若い子の四つ消し入れた方が良かったかな。まあまあまあ大丈夫か。オッケー、なんか闇と回復が落ちやすいゾーンになってる。豪天歓喜めっちゃ喜んでる、泣いて喜んでるわ豪天が。オッケー、さあこれでノア組んだ、天狗も組んだ、よっしゃー。これ何やってくるんだろうこの子、わかります。光と邪魔が落ちやすくなる。遊戯最高だぜ。オッケー、さあキモいタートルトーク入りました。これ使っていいよ、光消えないぐらいだったらもう全然オールオッケーですよ。ただちょっと温存しとく。いやでも闇半減なんですよねこの子、ってことは消しといた方がいいのか。こんなんで、まあこれ火も消した方が良かったな多分。まあ見影いるからいっかとりあえず。オッケー、さあこんなんで、これ何生成だっけ、豪邸が水を闇に。オッケー、よっしゃこれ倒します。でこれなんかあの水色のウンディーネみたいなやつ来てほしくない。よっしゃー、全部避ける男、全てを避ける、すごいあのドッジボールガチ勢。オッケー、さこれでどうしよう、ここ次は別に何でもいいんだよね、だからここはもう見影使っときます。見影使って、でゴーテも使う、よしこれで回復いただいとこう、回復糸はいただいていただく。オッケー、さここからパズルを始めていきましょう。でここにミスった。あやばい、本当にミスってる、これやばいやばい、人生全部ミスった、やばい本当に取り返しがつかないこれ。どうしよう、ここでオッケー、こんなんでいっか、もうちょい組めたけどちょっとごめん、ちょっとすごい下手くそ。オッケー、さお邪魔も火も何も組まなかった、最低限だけ倒せー。オッケー、さ強すぎないか豪天、やばい豪天が強いぜみんな。いやこれ1体しか当たらなかったけど、逆に1体確保できただけありがたすぎみたいな、そういうあれ運命たどる、僕もしかして。いやマジ強いなこれ。そうでこれ吸収無効やってくるんですよこの方、だからどうしよう、光が消せないのあれだよね、めちゃめちゃいやらしいよね。だから一旦豪天使うか、豪天使ってから考えよう。やばすぎ、やばいです。闇いただいて、闇いただいて、で、ここで闇いただいて、闇いただきすぎ。これで、一旦、こうしとくわ。で、これお邪魔も落としてる。で、闇一個ルーレットでもらっといて、で、次からミナカで殴っていくわ。オッケー、さあ、これで、これあれね、距離とあのミナカのタイミングを合わせたかったとかいう、そういういろいろ含め。オッケー、さあこれでやばすぎない盤面、本当に5点使います。いやガチやばい、いややばいこれ。でもこれ使って、でも幸い盤面が光ばっかりなの、だからこれ闇いただける速度がエグすぎ。これで闇いただきます。でこれ回復いただきたくて、回復もいただきたくて、すぐ回復いただきたい、すぐ回復まみれ回復い、オッケー、さあ回復いただいて、でこれあのすごい毒どうしようこれ、すごい気持ち悪い。これでよっしゃ、めちゃめちゃあのパズル下手くそだけど、まあこれでも多分半分ぐらいまでいける。光すごくない？すごいんだけど、いや毒消えとる、やばい。大丈夫か、耐えれるか。いやこれミナカが 40% 軽減、これは耐えれる。オッケー、さあ 40% 軽減ガチありがとう。これ使います。なんか彼女はなんかいつの間に属性吸収になったんだい。で次がまあいいかな、これ使います見かけ。オッケー、ルーレット作って、で回復のタイミングで動き出します。もうここぐらいでいっか。オッケー、さ回復いただいといて、でこれあもう一個いただきたい、回復すごいいただきたくていただきます。で、まあ、こんなんでいっか、やばい毒が消えてる。まあいいでしょう、ちょっとパズル下手くそだけど、まあこんな僕も愛していただきたい。光がめっちゃ消える、よーしよーし、 40% 軽減もあるからこれ先生あっても多分大丈夫だと思う。オッケーオッケーオッケー、回復力がゼロになるやつだこいつ、やばい回復力ゼロになる僕、
わお、やばいね。え、これマッチが6体内である回復はロック状態で落ちてくる。回復覚醒、覚醒無効と消せないドロップの全回復、敵の行動いった。いやー、回復エンハンスない。うわ、でも一ターンだからまだ内情か、なんとかなる。これわからん。これ5点使います。マジ毒が邪魔すぎるんだけど、これうわー、なんか耐えれないような気がする。みんなこれ回復だ、回復力が、うん、一応確認しとくわ。回復力が、0% になる。バカタレ、やばすぎ。一応、いや、一応の意味ないか。いやー、やばいな、これ。これ、毒だけとりあえず消しといて。消しとくわ、毒は。オッケー。一応、回復消すだけ消すね。意味ないけど、回復消しとくわ。いや、耐えてくれ。これ、耐えてくれなかったらさ。これどういうこと、これ労災降りる、これ降りそう、降りたわ。いや、ガチありがとう、労災降りました。でもミナカが4ターン長すぎ。これ使います。で、もう耐久できてる。いや、マジありがたいね、これ。これ回復いっぱいいただいとこ。よし、これ回復2セット入れる。で、いや、回復できるときにしときやーってばあちゃん言ってたもん、うちの。言ってねえわ。これで、まあこれ間に合うかな。うわ、間に合わないか。まあ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 、もうちょいルーレットね、早めに判断したらよかったけど、ちょ、カットしようかな、どうしようかな、これ。でもなんかカットしたらさ、なんかそのタイミングで僕負けそうじゃない、これ。いっか、まあカットするわ。ダークパルス、オッケー、カットしときます。カット、オッケー、耐久できました。で、ここは御影使います。うん、で、ミナカ使って、で、5点使おう。よし、これで突破します。上に置いて、痛い、どうしよう、本当に痛い。あー、やばい、すごい、この痛みが私を強くする。悟空ブラック出ちゃった。いや、どうしよう、これ大丈夫か。いや、まあいけるでしょう、これ多分倒したと思う。で、次ボスですね、多分。よっしゃ、倒せるでしょう。よし、後半の伸びがすごい。オッケー、さあボスかな。まだでしょ、次もう一回あんのか。オッケー、さ、こいつが確か回復ドロップが消せなくなるみたいなバカタレ行動をやってくるはず。よし、バカタレだね。オッケー、さ、バカタレ確認できてよかった。これ使って5点で待ちります。捕まえた。で、これが何、闇、火、闇ね、ここ闇か。じゃあ闇1個いただいといた方がいいね、これ。で、闇もう一個あるから、ここで闇いただいちゃう。オッケー、こうかな。オッケー、さあ一応一個闇も作っちまったとか。相手無効じゃねえか、はよゆえ、先に言っとくれや。なんでやねん、はよゆえも。いや、ルーレットは作ってくれた。いや、ただ弱体化と、うーん、弱体化か。まあ、きついな。闇がめっちゃ弱体化されてる。で、これ距離使ってます。で、これ御影、次御影溜まってからでもいっか、これ。御影溜まってから行きます。いや、ワンチャンあるか。いや、ワンチャンあるな、これ。ワンチャンあります。いや、ワンチャンあるな、これ。いや、めっちゃワンチャンあるな、これ。いや、ワンチャンしかなくない?これ。激ワンチャンじゃない?ここで、オッケーさ。いや、いいね。これ多分いったと思います。これ倒したと思う。ここ感じできてる。よーし、ボス来ました。これで最初は13コンボ以下吸収だけども、この5点がもうやばいですよ。4コンボ加算、めちゃめちゃコンボが加算加算。オッケー、さ、大丈夫です、いけます。で、操作時間半減されるけど、これも5点で上書きできちゃうわよ。これでどうしよっかな。5点使います。5点使って見かけも使っちゃおうかな。見かけ使います。で、これ火力さすがに足りると思うから、これ平泉せいでいきます。全員の火力を全体的に上げとこう。ミナカと距離の、多分平泉ね、めっちゃ頑張ったら5点も無効貫通組まなくても完走すると思うんですよね。だからこのままいきます。で、こうして、で、ここ、ちょっと待って、うわ、間に合わないかな、ここ。オッケー、オッケー、これで、これ水を入れた理由は、郷里とミナカが一応水あるんで、それで火力ちょっとだけ上げようかなと思って。オッケー、さ、これで、いや、さらに水も乗って、いや、いい火力。オッケー、さ、倒せました。いや、ガチ5点めちゃめちゃ強いわ。マジ最強なんだけど、これ。
めちゃ強い。生成さえできてたらめちゃめちゃ強い。だから見かけ入れてあげてみたいな、そんな感じかな。いやマジ強いな、楽しい。でここはなんか親戚感えぐいな。このなんだっけ、この全長が、全長がと豪天、絶対に明らかにこの遠い人ではないというのは明らかに感じる。明らかに血縁を感じる。でいやどうしようこれやばい。これ無効貫通せっかくできそうなのに、分からん。闇組めてなくない？闇こい、闇、闇だ。なーにやっとんじゃうるわ。ほいやばすぎ。待ってこれちょっとカットしたい。バカたれー。チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。